政治にぜひ関心を持って税金を正しく納める意識を高めるとともに、その使い道にもしっかりと目を向けてもらいたいと思います。私はこの法話を受けるまで消費税くらいにしか租税に関する知識はなかったのですが、この法話を受けてこれから私たちが社会に出ていく上で租税は日本経済に関わる大切なものだと分かりました。グループワークとか投票なので楽しく税について学ぶことができてよかったです。あと特に今回法人税とか所得税の仕組みについても詳しく知ることができたので、とてもいい機会になりました。今回の講義であったりグループワークを通して税の大切さであったり、またその自分が選挙を通してこれからどう日本社会や地域社会に貢献していけるかということについて知れるいい機会となりました。